はい、ここは明洞なんですけど、着きましたね。ロッテデパート、はい、有名ですよね、明洞の、うんうん、はい、ここに来ました。初めての明洞でございます。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。ちょっと何が見たいんですか、明洞。やっぱり明洞コスメが見たいですね。コスメですか、はい、やっぱり日本のテレビ見ると明洞がたくさん出るんじゃないですか。あ、そうですね、はい、あ、その中でやっぱりコスメが必ず出るってことですかね、うん、あ、分かりました。もう必ずオリブヤングはみんなもう行ってるので、はいはい、まあ、オリブヤング行きたいですよね。はい、行きたいです。そしてまたなんか他には歩きながらいろいろ見てみてください。はい、ここ普通に日本語全部通じるので。あ、いいですね、はい、ありがたいです。はい、本当に日本と変わらない感じです。はい、楽しんでみてください。はい、はい、行きましょう。行きましょう。ここが明洞のあのまあメインストリートみたいな感じなんですけど、ね、ここいつも食べ物屋さんがすごく並んでるんですけど、今まだ時間が早いので、うんうん、並んでないっぽいです。はい、行ってみますか。行ってみましょう。はい、すごい、ここいつもこっちもこっちも食べ物が並んでるんですね。あの屋台がすごく並ぶ場所なんですけど、うん、あ、夜結構並んでません？昼間から、そうですね、夕方から。そうですよね、はい、夜の明洞の動画見たことあります。ああ、そんな感じです、そんな感じです、うん、はいはい、確かにめちゃくちゃ屋台並んでますよね。そうですね。でもやっぱり韓国初めて来たので、うん、明洞に一回行ってみないと、うん、日本人みんな韓国初めて来ると明洞に来るから。そうですよね、はい、なんか買いたいものがいっぱい買えそうな感じがします。まあでもいろいろお店ありますね。ありますあります、うん、全然現地の人でも楽しそうな、そうですね、お店の並べ方です。渋谷っぽいです、なんかこっちの道が。はい、なのでここもあるし、うん、ここもあるし、ここもあるんですよ。すごい、めっちゃお店いっぱいありますね。回ってみます？全部。あ、全部行くんですか？もし行きたいんだったら。いや、そんな大丈夫です。新大久保とか全然日にならないくらい充実してますね。あ、新大久保はまだちょっと狭いですよね。狭いですね、すぐ終わっちゃうイメージです。はい、新大久保も行ったりしますか？新大久保行きますよ。何しに行くんですか？ご飯食べに行きます。あ、ご飯。はい。韓国のラーメンはありますね。ありますね。可愛いですね、やっぱ内装が。なんか日本にもあるやつとかあります、ね。そうですね、昔のお菓子。うんうん。あ、お土産何買うか迷います。ここはまあいろんな国のお菓子が集まってる感じなんですかね。うん、そうですね。はい。なんかいろいろある。お土産買うならスーパーがおすすめです。そしてここがあのオリブヤング、こっちが多分一番でかいとこだと思うんですけど、うん、はい、行ってみてください。はい、行ってみます。どうぞ。車は気をつけてください。はい、何買うか迷いますね。人がすごいですね。すごいですね。安いですか？うん、1500円。韓国コスメ使ってるんですか？使ってます。これレジじゃないんだ。ベーグルチップ、え、美味しそうです。これ買って帰ります。こんにちは。あ、こんにちは。今、カンナムの地下に来てるんですけど、はい、どうですか？いや、めっちゃ可愛くて安いお洋服いっぱいありますね。これはやっぱりネットで見たんですか？カンナムの地下。そうです。実際来てみたら、まあ、もう相当結構買ってると思いますけど。めっちゃ買いましたね、はい、いっぱい買ってます。あとでなんかチェンボ買った後何買ったのか、はい、ちょっと見せてください。紹介しますね、はい、どうですか、ちょっとパッと見何件か今回ったんですけど。いや、可愛いお洋服めちゃくちゃありますね。しかも値段も明洞より安かったですね。でもこっちの明洞よりこっちの方が安いかもしれないですね。ですね。え、日本にもこういうとこあります？いや、ここまで安いところはないですね。似たようなとこはどこがあるんですか？ネットで買ったり。ネットで買いますね。あ、全然ないです、こういうところ。分かりました。テンション上がってます。ゆっくり。何買ったのか気になりますね。はい、ぜひ見せますね。袋の中が気になるので、はい、後でぜひ見せてくださいね。見せます。はい、またどうぞ。あ、ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。はい、買い物終わりました？買い物終わりました。もっとやってくださいよ。もう満足しました。全然まだまだ私体力大丈夫なので。あ、本当ですか、はい、でももう大丈夫です。これは T
PM2.5 が自動吸引されるマットらしいですよ。へえ、すごいですよね、うん、すごいですね。なんか面白い感触です。はい、これだからどこで買ったっけ、江南駅とあと明洞ですね。明洞と江南駅で買ったものを紹介します、はい、まずは江南駅で1着買ったのは普通にめっちゃシンプルな、ちょっと大きく話しても大丈夫なのでめっちゃシンプルなスカートです。ちょっと当ててみてくださいよ。こうです、せっかくなので。こうです。ちょっと立っていただいて。え、いや、え、いや、いルックブックみたいな。え、嫌です。ちょっとマジでお腹が出て。あ、わかりました、はい、はい、これは何ですか。これは結構短いですよね。あ、短いスカート好きなので、はい、で黒いスカートで。ちょっとそしたら私が当ててみていいですか、ね、あ、どうぞどうぞ、はいはいはい、こんな感じで、はい、すごい結構短いですよね。似合ってますよこのぐらいで、はい、ここまで上げるんですか。そうですね、腰巻きみたいになってますね。このぐらいで、はい、そしたらこのぐらいで、はい、いいと思いますよすいません皆さん、はい、このぐらいで、はい、いいと思います、はい、そして次の、次ですね、2着目。これもボトムスなんですけど、はい、これ今日パジャマを忘れてきたので、はい、夜寝るときに寒いと思ってスウェットを買いました。これなんか日本にもでもありそうなデザインですよね。いや全然ありそうですね、はい、でもこれすっごい着心地良さそうな素材なんです。ちょっと触らせて。どうぞどうぞ。あ、柔らかいです。そうなんです。当てますか。おお、そうですね、ちょっとこれもあ、どうぞ。あ、これ結構長くないですか。でも長いですね。すごい長い、長いですよ、うん、結構。私の身長が177なので、はい、でもここまで上げて、え、じゃあだいぶ上げないといけないですね。そうですね、大丈夫ですか。うん、大丈夫です、うん、でもなんかスタイルいいですね。これいい感じに見えそうですよね。そうですね。こちらが2着目ですね、はい、はい、で3着目は、はい、これ白いトップスですね。秋服が欲しかったので薄めの長袖を買いました。こんな感じでの韓国のお姉さんみたいな、これデザインがよくわからないですね。そうなんです、このシワシワになって。これが前ですか。これが前です。こんな感じで来ます。でももうこれ見た途端どういうデザインか分かったってことですね。そうですね、さすがですね。これは可愛い、韓国のお姉さんっぽくて可愛いな。ちょっと当ててみていいですか。あ、どうぞどうぞ、はい当てられますか。あ、こんな感じ。あ、なんか、うん、天使みたいでいいですね、はい、すごいねこんな感じになるということですね、はい、あ、そうですね、全然イメージつきづらいですけどありがとうございます、はい、ありがとうございます。これはちょっとでも私から見るとこれとこれは想像ちょっとできるんですけど、これはあんまり想像つかない感じです、はい、できないですか。これは最近流行りのデザインです、ね、何のデザインって言うんですかこれは。わかりません、はい、韓国で、あとは最後カーディガンですね。グレーのカーディガンずっと欲しかったのでこちらのカーディガン、すごいシンプルなカーディガン買いました。急にあの疑問になったんですけど、こういうデザインって日本にもちょっとありそうな感じなんですけど。ありますね。でもあ、ちょすいませんねありますね。でも値段が韓国の方が安くて、あの素材が気持ちいいものが多いような気がします。なので韓国で買いたくて。あとなんかワンポイントとかついてるんですよ、ここに。日本だとこういう、はいはいはい、全部無地なのがあんまりないので韓国で買いたくて。細かい、そういう繊細な感じが。そうです。わかりました。はい、以上ですね。以上の4着が今日の購入品です。お土産とかは。お土産は2日目はほとんどなんか買い物、そうですね、買い物 と、 ちょっとそうですね、はい、お買い物して。お土産、日本人あの20代女子が選んだパック10個買いました。これは有名ですか。うん、有名ですね、これ気になってたバッグなので一気に10個買っちゃったんですけど、安かったので。これ何ですか。普通のマスクバッグ。そうです。これ読み方わかんないんですけど、ここのやつですね。あの電車の自動販売機の
お菓子を買って、お土産は明日買います、スーパーで。あ、スーパーで、はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました、はい。